はい、えー、下野さん演じる上で気をつけてることころとかありますか。そうですね。基本的には花澤さんの邪魔をしない。<laughs> <laughs> <laughs> ありがとうございます。ね、あの基本的にはね、あのー。<laughs> 本当にね、邪魔しちゃいけないなってすごく思う。<laughs> なぜなら、あなたがすごく頑張って喋ってるから。<笑><笑> あの収録風景でたびたびあるんですけどなかなかね他の収録だとないんですよみんなやっぱこうマイクにそれぞれ立っててでみんな見てやっててであのまあ喋ってない人が座ってるっていう絵はよくあるんですけど基本的には花澤さんがマイク前に立ってるのをみんなで見守るっていう作業をしてるからそうですねなんか特に僕なんかはその合間合間にあの関君がこういろいろねあのアドリブが入ってくるから本当にそれを邪魔しないようにっていうので。もだから私何言わずに ちょっと避けてくれるんですよ。<laughs> そう、あ、やばい、これ被るなって思った瞬間にちょっともうお口チャックっていう。<laughs> もうね優しさを感じながらアフレコさせて<で>いただいまああ、もうこれ以上は多分横井さんがいっぱい入ってくるからあ、はい、もう無理だなと思ったら、うん、そっとこう台本をこうおい、こう台本を横に置いてこういう状態でマイク前に立っていることが結構あります僕。<laughs> こういう絵よくある。ああ<ー>、うん、見ますね。そうそうそう。 で足音も立てちゃいけないからね。そ,ねそこが本当に一番気をつけてる部分ではありますかね<ー>、うん。まあだからそういう意味ではその関君を演じる上であのあまり音にしないセリフというか笑い声というか全部基本的には息声でやろうっていう。 アドリブす。セリフ「関くん」っていうセリフの欄がないですもんねないですねほとんどないですビックリマークかちっちゃい「つ」ですからねかっこがきいねあんな台本初めて見ましたけどね珍しいことですねどうですか関くんみたいな男子はお、なんかこう特技というか熱中しているものがあって私はすごくいいと思いますけどねおおそうですね大好きだなるほどねあん 好きですよ純粋でしこうちょっと職人みたいな感じだもんね確かにねただこう恋愛とかするのかなってちょっと思っちゃいますね恋愛しないだろうな <laughs> <laughs> しばらくないですかね恋愛しても職人みたいな恋愛するんじゃない<え>なんかもう計画も全部徹底的に練ってとかーデートプランももう一からもう。 十まできっちり出来上がっているとか、楽しませてくれそうですけどね。どうなんだろうね。うう手の込んだものでね。まあ確かにね、その可能性はあるかもしれないね。ね